皆さんこんにちは。スプラトゥーン3実況していきたいと思います。私たちはオレンジチームですね。で、相手は紫チームで、相手チームのところにガチホコを運ぶというルール、ガチホコバトルをやっていきたいと思います。それでは早速、ガチホコをゲットしに行きたいと思いますが、私スプラトゥーンシリーズ1、2とやったことがなくて、3が発売されまして初めてスプラトゥーンをちょっとやってみましたので、初心者ながらですが、皆さん温かく見守っていただけるとありがたいです。それでは早速、ガチホコを奪って、相手陣地に持っていきましょう。おっと待てよ、危ない。よっしゃー、いったそのまま、まずは関門に置きましょう。 OK、 関門へドーンと関門突破で、そのまま、相手陣地に入っていきたいと思いますが、後ろからやばい、狙われている。おっとー、やられてしまった。なんだこの武器は。バレルスピナー、あー、ガトリングのやつか。まあ今のところ私たちがリードしておりますので、意外と簡単に勝てるかもしれないんですけれども、お、奪った。オッケーオッケーオッケー、後ろがガラ空きだよーん。オッケー、よし倒そう。オッケーオッケーオッケー、あー、お、相打ちだ。相手はローラーにやられたのかな、今のはね。ローラーにやられてしまって、で、そのまま味方のところまで大ジャーンプ。よし、来た。到着した瞬間、ガチホコショットでやられてしまいました。4対4だからですね、1人を狙っていても、他の誰かにすぐさま撃たれてしまうみたいなことは、ザラにあるので、ほら。1対1では、よし、オッケーオッケーオッケー、2人倒した。いいね、いいね。結構チームに貢献できてるんではないでしょうか。 TC 選手いいですね。はい、行きましょう。さあ、みんガチホコを運ぶための道をちょっと私が作っていこう。オッケー、もうゴールに行けるんじゃない。結構オッケー、いいね、いける。おー、来た、またローラーが来たよ。危ない。やられてしまった。惜しいな、あとちょっとだったんだけどね。とりあえず味方のところまで飛んでいく。よし、あガチホコの爆発でやられてしまった。間に合わなかったね。惜しい、まあ、あとちょっとだったんだけど。とりあえず制限時間までもう守れば大丈夫だと思うんですけど、この関門さえ突破させなければ多分大丈夫と思います。で、やっと撃ってきている。危ないよ。よしローラー倒せ。やばい、ぶっかけてきている。オッケー。いいよ。よーし、あー、上からバレルスピナーかなですね。バレルスピナーでやられてしまいました。今回使っている武器がデュアルスイーパーっていう二刀流のマニューバー系の武器なんですけれども、これがかなり使いやすくて、でボムとかもなんかあんま使ってなかったですね。今回喋るのに夢中で全然ボムとかも使えてないし、スペシャル技も使えてないし、やっぱりスプラトゥーンまだまだ初心者ということで成長段階なんですけれども、頑張っていこうか。いっぱい実況していくうちにめっちゃ上手になれたらいいなって思ってるんですけれども、おっと待てー、あー、爆発する。しかも関門いつの間にか突破されてるし、おお、よくないよくない、これはやばい、危ないメガトンレーザーでやられる。メガトンレーザーだったっけ。まあいいや、オッケー、よし。で、そのままガチ方向を奪って進んでいこう。オッケー、倒した。危ない、敵がいっぱいいる。オッケー、倒した。よし、行こう。スモ。次行くよー。やばい、撃ってきてる。よし。あー、後ろからついてきてた。マジか。誰もついてきてくれなかった、味方が。なかなかいい勝負じゃないですか。マジで、今回。普通にいい勝負。よし、倒した。よし、ローラー倒して、で、ボムを投げる。よいしょ、やばい、あー、撃たれる、マジやばい、死んじゃううわー、無理、3人いるもんでもよし、来た、勝った。あ、延長中か、そっか、やばい、このまま詰められると。じゃあサイドの砦でとりあえず全滅させる。 OK、 1人倒して、危ない、おっしょ、オッケー、ガチホコ防いでくれた。よかった。勝ちましたね、無事に。はい。とりあえずね、1回目の
動画ということで、スプラトゥーン3実況してみました。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。